皆さんこんにちは、LIL LEAGUEです。1月11日にデビューシングル「ハンター」をリリースしました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。僕たち LIL LEAGUE は ICONZ という LDH 史上最大規模のオーディションで生まれた、下が14歳から上が18歳までいる各それぞれの本当に個性が詰まったグループです。今回の僕たちのデビューシングル「ハンター」という楽曲はすごいなんか僕たちのデビューのすごいその道のりだったりとかをすごいかけがえのない一瞬一瞬をファンの方を連れて一緒に夢まで向かっていく、そんな楽曲になっております。今回の「ハンター」という楽曲は僕たちがデビューを迎えて広い世界に、言ったら大きな海に出るような、冒険という感じの楽曲になってて、なんかその楽曲自体もそうですけど、構成だったり振りだったり歌だったり、すごい本当にザ・冒険みたいな感じがあるので、すごいたくさん聴いていただけると嬉しいです。今回の「ハンター」という曲は冒険にちなんだ曲で、すごい心がワクワクするような楽曲になっているので、本当に一人で歌う時もみんなで歌う時も、本当に歌詞を見たりとか仲間をその時いるみんな仲間を思い浮かべて歌うと自然と楽しくなって、なんか声のトーンが上がったりとか、カラオケの室内の雰囲気がすごくテンションが上がったりするので、もうとにかくこの楽曲をなんか楽しんで皆さんになんか堪能していただけたらもう最高だと思います。はい、自分たち今回の「ハンター」のパフォーマンスの見どころは、オーディションとかで歌わさせていただいている「ローラーコースター」だったりとか「カラーリングブック」っていう楽曲、この2曲と今まで出した2曲とはこう全く違うというか、今まではこうキャッチーさだったりをこう自分たちの中で極めてた部分があったんですけど、今回はちょっとかっこいい面だったりとか、結構スキルフルな部分がすごく多かったりするので、そういったこう進化だったりも見ていただければと思います。実は2日目にですね、雨が土砂降り降ってしまいましてすごい、なんだ、それこそもう本当に冒険の中なのかなみたいな、なんか実際になんかそんな感じがして、すごい楽しみながら撮影もして、なんとか無事終えることができて、でもすごい今となってはすごいいい思い出だなっていう感じです。そうですね、ローラーコースターはやっぱり自分たちがオーディション生の時から歌い続けてきてて、すごい僕たちと一緒に成長をしてきた曲になってて、でカラーリングブックはその僕たちがまだ曖昧な時にすごいその僕たちの色を決めていくような曲になっています。ローラーコースターはすごくポップな曲調でもありキャッチーな曲でもあるので、いかにキャッチーに歌うか、そして皆さんが弾んで歌うかっていうのがすごく楽しみが伝わるかどうかがすごく皆さん大事になるかなと思ってます。カラーリングブックは本当にずっとリズムに乗っていて、なんかみんなで肩組んだりとか、そういう本当に全員で合唱しながら歌うぐらい、なんか声出してみんなにワイワイやっていたら本当に勝手に点数が上がるんじゃないかなと思います。なんか僕は一時期すごいカラオケにこもるっていうか、カラオケでめっちゃ1日8時間ぐらい練習する日とかもあったんで、やっぱそこですごいやっぱり流れてるのはすごい見たことがあったので、そこに流れるのかって考えたらなんかすごい不思議だなっていう感じがします。なんかすごい嬉しいですね僕個人的にもめっちゃ嬉しいですいつも歌ったカラオケの画面に「リルリーグ」って出る、そうね、検索欄に「リルリーグ」って出るんです。すごいですね、嬉しいです。そうですね、カラオケ行くともう基本騒いじゃうっていうかやっぱりなんだろう、その普段やっぱり外でやっぱ声出せない分カラオケだと出せるので、すごいやっぱ鳴らせる楽器とかやっぱりいろんなものがあって、すぐもう手に取ってみんなでもう円になって前になってすごい歌いますし、一番歌うのはだったらもうセナとか、セナ君ね一番食べて歌いますからね、大熱唱もう結構半々ぐらいで、なんか歌う食べるがめっちゃあるよなありましたね。半分めっちゃ歌ってんのに半分めっちゃ食べてる、めっちゃ歌うから消費量が、お皿がすごかったですもんね、注文量がよかったですね。やっぱりお腹すくんでしょうね、いっぱい歌ってるから。そういうとこがいいとこです。ぜひジョイサウンドで歌ってみてください。以上、LIL LEAGUEでした。